レプタイルズショーに行ってきましたね。これハマレプって言われてるやつです。でこれが本日の戦利品の生態、こちらがまず3匹アスペリウムモッシーフロッケですね。で今うちにいるワイルド個体はちょっとね2匹オスだけなんですね。でまあメスっぽい個体2匹と、まあ、これどちょっとちっちゃめのやつを買ってきました。でもしねこういう同じ体型で選んで両方オスだった場合ね困るので、あえて全然違うなと思う体型の個体を1匹選びました。そんな感じですね。でもう一個これもね似たような感じなんですけど、これめちゃくちゃ珍しいです。ベトナムコケガエルのオタマジャクシですね。これを3匹購入しました。もう今ベトナムコケガエルはね輸入が止まって久しいんでね、ちょっとおっと思って買いました。で上陸までだいたい 3,4 ヶ月かかるみたいなんで、また別途ね動画にして紹介したいと思います。はい、あとはこちらバン、イヤメガエル。イヤメガエルの一応スノーフレーク、ブルースノーフレークって言ったらそうですねらしいです。で台湾 CB で仕入れた個体っていう話なんで、まあ、結構ねあんまりいない血統だと思うんですよね。あ、こんにちは。でしっかりねこうほっぺとかお尻に入ってるんですよね。背中にバラってスポットが入る感じじゃないので、もしかしたら残るかもなっていう風にね思ってます。ただまあ我が家一応スノーフレークっていうことで購入したカナダ産のね個体がいるんですけど、こちらはね成長に伴いねスポット消えていったんで、この個体もしかしたら消えるのかなと思って、まあでもそのお店でスノーフレークとして買う個体よりもかなり安く買えましたね。やっぱ問屋だからだと思います。こんな感じで、まあこれはまたこれもね大きくなる様子を動画にしていきたいと思ってます。西アフリカトカゲモドキアルビノストライプのねペアですね。こちらがオス個体で、こっちがメス個体。これもかなりね安く買えてますね。アメリカ CB、 最近は香港と韓国ばっかりなんですけど、これはアメリカ CB ですね。まあ長さもあります。この間紹介した個体と同じぐらいだから、まあ20センチちょっとかな、まあ、2歳らしいんで、もうすぐ繁殖も狙えるよっていう話です。まあ、ただその西アフのアルビノっていうのは繁殖にホモ同士だと繁殖できないっていう説もあり、どうなのかわからないんですけど、本当のところはまあちょっとやってみようかなと思ってます。まあダメだったらね仕方ないんで、アメルじゃなくてアルビノですね、こちらは。